皆さんこんにちは、サレジンです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画なんですが、キャンドゥさんからまた新しいカラージェルが発売されたということで、今回ご紹介していこうと思います。またこちらのモールドを使用してカボションを作って、色見本を作っていこうと思いますので、よかったら最後までご覧ください。でまた、動画の最後には本日のラッキーカラーなどをお伝えしていこうと思っておりますので、楽しみにしていてください。それでは早速始めていきましょう。はい、本日使用するレジン液はこちらのレジン堂さんの新しいレジン液ですね。とても低粘度で扱いやすいレジン液です。で透明度もとても高くて気変しづらいとのことだったので、私は今気に入って使っております。皆さんはこちらのレジン液はお使いになられてますか？がとてもサラサラしていて使いやすいですよね。気泡もすぐ飛んでってくれるので、はい、このようにすぐ弾けてくれるので、私はとても嬉しいです。やっぱり自分に合ったレジン液が一番いいと思うんですよね。おすすめのレジン液は何ですかって聞かれることも多いんですけれども、やっぱりずっと使ってきたものっていうのは、やっぱり扱いも慣れていると思うので、やはりそちらを信じてずっと使っていかれた方がもしかしたら良いのかなとも思います。確かに私のおすすめもたくさんあるんですけれども、そうですね、やはり皆様それぞれご自分で扱いやすいですね、気に入ったレジン液を使われるのが一番だと思います。はい、こちらのパーツとても綺麗に仕上がりました。やはりレジン堂さんのレジン液はとても最高だと思います。こちらのパーツの形も氷が溶けたような感じで、私は気に入っております。ただ自分でモールドもたくさんどんどん今作っているところなので、ある程度モールド作成ができましたら、またお披露目していこうと思っております。でこちらのクリスタルドロップというレジン液なんですが、何を売りにしているかっていうのをサイトの方へ確認しに行ってみたら、どうやら中粘度のレジン液らしくて、透明度をとても売りにされているレジン液でしたね。はい、ちゃんとお伝え、ね、前回の動画でお伝えできればよかったんですけれども、はい、今回ちゃんと調べてレビューをさせていただこうと思っております。でそこに記載されていたことは、やはりクリア感をとても大事にされているということだったので、ちょっと扱いは私はもう慣れてないんですけれども、ちょっと粘度が高いレジン液なので、私からするとですね、こちらのレジン液ちょっと粘度が高いものでちょっと扱いづらいというか、慣れてないものでちょっと使いにくかったんですけれども、レビューはとても良かったです。皆さん透明度が高いというふうに書かれておられる方が多くいたので、はい、そのレジン堂さんの今の私がお気に入りのレジン液もすごく綺麗なので、ちょっと色を比較していこうかなと思いついたので、今回ちょっと比較で今作っております。で出来上がってきたんですけど、すごい、もうなんかすごい光の反射をしてくれるので透明度高いなってすぐ分かりました。ただモールドとの相性が良くなかったみたいなので、はい、このように比較していただくと分かるんですけれども、向かって右側がクリスタルドロップですね。で左側がレジン堂さんのレジン液です。こう見ていただけると分かる通り、もう一目瞭然ですよね。もうやっぱクリスタルドロップはもうとっても綺麗です。ただシワができてしまったんですよ、今回も。
はい、なのでそれがちょっと残念だったかなって思います。ただ温めて使ったらもしかしたらシワが改善されるかもしれないので、またちょっといろいろ試しながらこちらも動画内で使用していけたらなと思っております。はい、レジン堂さんのこのレジン液も透明度高いと思ってたんですけど、さらにこちらのクリスタルドロップのレジン液はクリア感がありました。とっても透明度が高いのでびっくりしました。星のしずくとかのレジン液とこう比較もしてみたいなってクリスタルドロップのレジン液は思いました。はい、透明度はとても高いので、気になる方はぜひご購入されてみるのもおすすめいたします。はい、でカボションができたので、こちらに今回購入した新しいカラージェルですね、こちらを塗布していこうと思います。今回発売されたこちらの新色ですね、全部で8色あるんですけれども、全部シアー感、透明感が残るタイプですね。マット系ではなくて透け感があるタイプのカラージェルになっております。で、色見本もこう紙で貼ってあったんですけれども、ポップですね、ポップとして貼ってあったんですけれども、全てすごい綺麗だなと思ったので、今回皆さんに改めて紹介していきたいなと思って、はい、ご紹介させていただいております。今夜中の3時ということで全然頭が回ってなくて申し訳ないです。早く寝ればいいんですけどねなんか動画を撮ったり編集したりっていう時間がどうしても夜中からぐらいしか撮れないもので、頭が回ってないのはもうご了承ください、いつものことなので。はい、こちらのオールドローズでしたっけ、オールドローズ、はい、とても綺麗なカラーだなと思いました。もし爪とかに塗布する場合ですと、2度塗り3度塗りしないともしかしたら綺麗なカラーが出ないかなっていうぐらい、すごいシア感のある透け感のある、薄いカラーでしたね。ミルク系って書いてあったので、もうちょっとこうしっかりしたマット系のカラーなのかなと思ったんですけれども、ほんのり薄付きというか、ほんのりしたカラーって言えばいいんですかね、ニュアンスカラーとはまた違うんですけれどもね、ほんのり色づくタイプのカラージェルだなと思いました。で、こちらのミルクグリーンですね、こちらはなんとなくちょっとカーキに見えてしまうんですね。ですが、すごく透け感があるので、くすみ系のグリーンって感じですかね。お伝えするならば、どれもとてもなんか綺麗だなって思います。で、このシアータイプは今までのキャンドゥさんのカラージェルの粘土よりもちょっとサラサラしてるかなっていう感じでしたね。なので塗りやすかったです、とても。あんまりキャンドゥさんの今までのカラージェルのこのテクスチャーは本当に好きじゃなかったんですけれども、今回発売されたこの8色のカラージェルはなんかテクスチャーはとても良かったです。なんかリニューアルされて今後このような全部このようなテクスチャーになったら嬉しいなって思いました。で、今まではずっとマスキングテープをこう土台として作ってたんですけれども、ちょっとパーツがゴツゴツしているものなので、しっかりこうマット、耐震マットだとどうしてもゲル状というんですか、ああいうのがパーツについてしまって、せっかく綺麗にトゥルンって作ったとしても表面がベタっ
ていうのが残ってしまう場合があったので、ちょっとこちら MY ママさんに売っていたので購入してみました。だから耐震マットよりもすっごく強力なんですね。ですが実際このパーツをひっつけて剥がしてもそのベタつき感っていうのがないので、こちらはすごいなって思いました。こういったもう本当表面がゴツゴツして固定できないものでもすっごい強力なテープなのでしっかり固定ができますね。とてもありがたいです。皆さんもぜひよかったら MY ママさんのサイトへ行ってこちらのテープですね見てみてください。とでもし必要でしたらリンクも貼りますのでコメント欄でいただけるとありがたいです。まあ、貼っとけばリンク貼っとけば間違いないですよね、はい、このようにみんなシェア感で、シェア感のカラーに仕上がってきます、はい、アッシュパープル。こちらのパープルだけはなぜかアッシュなんですよ。ミルクパープルとは書かれてなかったですね。なんかテクスチャーもちょっともしかしたら硬いのかなと思って塗布してみたんですけれども、塗布してみたらもう柔らかかったです。良かったなって思います。でこちらのカラー8色すべてなんですが、シア系なので一度塗りだと爪に塗布した時は本当に色がつかないと思うので、爪などに塗布される場合ですと2度塗り3度塗りですね、1回1回硬化させて、塗布していった方が綺麗に仕上がると思います。でこちらはシャイニーミルクっていうカラーなんですけれども、中に細かいラメがたくさん入っていました。でシア感の仕上がりとなっているので、本当に今塗ってるかどうか画面からあまり伝わりづらいんですが、とてもラメがこう反射してくれて綺麗なカラーになっています。でテクスチャーはこちらのシャイニー系はこちらシャイニーコーラルなんですけれども、こちらの2本ともすごく緩いです。実際本当爪に塗布したら横に流れてしまうんじゃないかっていうぐらい緩いカラージェルでしたね。こちらのシャイニー系2色ですね、ホワイトとコーラル。もラメ、こちらはゴールドのラメが本当に綺麗に輝いてくれていて、シャイニーコーラルはとても綺麗な色だなって思いました。重ね付けするのにいいのかなって思いましたね。こちらのホワイトとコーラルの方は、ホワイト、ミルクでしたっけ？ミルクとコーラル系。重ね付けすると綺麗だと思います。ですね、こちらすごく不思議なテープでした。ただしっかり固定してくれるので皆さんにもおすすめします。こちら固定に困った、このように剥がれないんですよ。もう力ずくでグワッて、でもパーツにはベタつき感が全く残らないので、耐震マットを買われるんでしたら使用されるんでしたらこちらのテープをおすすめします。こちら8色ですね、揃いました。いかがでしょうか、皆様のお気に入りは見つかったでしょうかとても大人っぽいカラーだったなっていう印象でした。はい、はい、それではここからは、本日のラッキーカラーを見ていきたいと思います。こちらは見ていただいた時がタイミングです。はい、それではカードを切っていきましょう。なんか小さい手の方でも、手の人、私みたいに手の人でも上手に切れる方法が何かないかなと思っていろいろ試行錯誤してるんですけれども、なかなか難しいですね。皆さんもこちらのカードをお手にされた方おられますか？すごく大きいカードですよね。シャッフルするのが本当大変です。なんかいい方法ないでしょうかね。良い方法が見つかったらいいんですけれども。
それでは7枚目のカードですね。こちら見ていこうと思います。はい、本日はどんなカラーが皆さんに伝わるでしょうか。はい、それではカードオープンしていきます。わあ、すごい綺麗。本日はシルバーですね。素敵。とっても素敵なカードですね。キラキラしてます。わあ、ラッキーカラーはシルバーで、ラッキーナンバーは27となっております。で、メッセージがこちらですね。粘り強くやり遂げるという力強い、ね、メッセージが届きました。それではですね、こちらのカードの解説書を読ませていただきたいと思います。シルバーは平和と永続性を司る色で、神経への緊張を鎮め、落ち着きと意識の拡大をもたらします。また、体から病気や滞りを解放し、毒素を血液や組織から流し去るなど、浄化を通して癒しのプロセスを促進します。シルバーは精神に明晰さをもたらすだけでなく、腎臓を癒し、ホルモン機能のバランスをとってくれます。さらに、保護とグラウンディングにも高い効果を発揮します。シルバーの光線を用いて、意図と決意を強くしましょう。という素敵なメッセージが届きました。で、こちらのグラウンディングをするという言葉なんですけれども、グラウンディングとは宇宙とつながるという意味だそうです。まあ簡単に言えばなんですけれどもね。少しでも皆様の参考になれたら嬉しいです。ラッキーナンバーなどはご自分で調べられてもよろしいかなって思っております。はい、で、こちらですね、色見本を作ってみましたが、お気に入りのカラーは見つかったでしょうか。今回8色全部すべて綺麗な色だなって思いました。なので気になる方はちょっとチェックしてみてください。どれもなんか、なんていうのかな、くすみ系のカラーってお伝えしたらいいんでしょうかね。なんかとても、癒しのあるカラーだなって思いました。はい、それでは最後まで見てくださりありがとうございました。また皆様にとって幸せな一日でありますように心から願っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。